ああ、そういえば、かつての自分、明治だった頃を思うと、各社様の期待になかなか添えずじまいでしたね。だからこそ今、シーフという新たな職をとことん極めていきたい、そう思うのです。おかえりなさい。双慶丹、手に入りましたか？すごい、こんなに取ってきてくれたんですね。師匠、双慶丹ですよ。これで炉に火が入れられます。炉に火が入ったところでわしの気持ちは変わらん。あの洞窟に魔物が出たとき、わしの鍛冶屋人生は終わったんだ。双慶丹などもう二度と必要ない。わかったか？それでも宝剣を直したいというなら、お前が勝手にやるんじゃな。わしは関わる気はない。もう寝るから放っておいてくれ。そんな、双慶丹さえあればやる気になってくれると思ったのに。すみません、うまくいかなくて。でもまだ方法はあります。その宝剣、どうか私に修復させてもらえませんか？多分他の鍛冶屋にそれを直すのは無理だと思うんです。でも私なら師匠から一通りの技術は教わっていますから。信じてくれてありがとう。期待に応えてみせますからね。ただ初めてのことだから慎重にやらないと。少し時間をもらえますか？絶対に必ずやり遂げてみせますから。この宝剣がかつての輝きを取り戻した姿を想像しながら待っていてください。いくらドワーフの弟子といえど、本当にあの宝剣を直してくれるのでしょうか？アンブロシウス殿のいる金樹キュウリ院、裏口からなら入れるかもしれません。道案内は私にお任せを。ではお先に、頼りにしてますよ。信じてくれ。ただ初めてのことだから。これ何かが書かれているようですね。読んでみればいいですよ。待ってください。早すぎです。ついていくのが従者の使命ですよ。こんなじ帰ってくる時の何よりの楽しみは、成長された各社様との語らいですよ。各自装備など確認済みですか？旅はまだまだ続きますから。目覚めの気分はどうですか？何か見ていきますか？渡る国民にも金樹キュウリ院についてはあまり詳細が知らされていないようですね。通う研究員たちも守秘を徹底しているようです。研究について関心ある人が少ないのでしょうか？見れば見るほどすごい技術だな、この。あ、どうも各社さん。宝剣の修復はまだほとんど進んでなくてすみません。
とても複雑な技術で作られていて、そりゃ戦いには使えませんよ、こんなもの。この波紋の再現方法さえ分かればなんとかなる気はするんですけど。何をグダグダやっとるんじゃ。でもその波紋は火槌を使うことで生まれるんじゃ。めったに使われるものではないが、宝剣にはふさわしい技じゃからな。まったく、わしの弟子のくせにそんなこともわからんのか。すみません、すっかり忘れてました。でもそうか、この波紋は火槌の。だったらこれだけ美しい波紋も納得ですね。火槌っていうのは土を一度マグマに沈めることで超高熱にする手法なんです。土が冷めるまでに作業を終わらせる必要があるので、滅多なことでは使われません。やり方自体は師匠に教わってますけど、私にできるかどうか。難しい加工が必要なようですね。でもサーラ殿ならできるに違いありませんね。おっしゃる通りです。火槌を使うのが分かったのはいいんですけど、それはそれで問題がありますね。今日はもう休みます。明日までにいい考えが浮かべばいいですけど。手取り足取りを教えてやってきたという。何逆じゃった。何か見ていきます。正解って。腹が減ったな。何か。目をもっと磨かなくては。いいです。今日も一日いいことがありそうですね。やることはたくさんあります。目覚めの気分はどうですか？お前は宝剣を持ってきたやつじゃな。ちょっと聞きたいことがあるんじゃ。うちのバカ弟子のことなんじゃが、昨日から姿が見えん。あいつのことじゃ。おそらく火槌のために火山島の山麓の洞穴に向かったんじゃろ。マグマがあるのはあそこくらいじゃからな。まあつまりお前が原因で弟子が消えたということじゃ。責任取って連れ戻してくれ。弟子が無事に戻らんかったらお前の頭に土を打ち込んでやるから、そう思え。おい、何をぼっ、さっさと火山島の山麓の洞穴に。移動成功です。周囲はどうなっていますかね。
休息しておいて助かりました。余計な傷を受けないよう気張りましょうか。ありがとうございます。これ、感謝の証とし。ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。この近くに未探索の洞窟がありますよ。異界で学んだ情報をもとに案内させてください。同じ過ちは犯さないようにしたいです。へえ、新しい洞窟ですよ。まだ誰にも荒らされてないのでは。連続逃げられる前に持ってみますか。逆転メッシュル手当たりです。なんとか振りほどけませんか。問題はなさそうですね。よかった。こうしてみると我々の職は全て異なっていますね。まあ多分偶然なんでしょうけど。それぞれの持ち味を生かしていきましょう。素材も得られますし、買っておきますか。大丈夫ですか。なかなかの距離ですよ。
舎がめちゃくちゃに壊されて。ゴブリンの仕業でしょうか。油断しないで行きましょう。こんな時にすみませんが、以前あった異界のマスターですが、実質に行くのゴブゴブになります。雷に弱いですね。これは相当かある品ですよ。幸運を引き寄せたのかもしれません。我々の相手としては役者不足ですよ。なるほど、確かに気も意外とやりますね。回復しましょう。待ってください。気を失ってしまいました。私の魔法にお任せを。すごいじゃないですか。今、魔法の力をお貸ししますか。
マスターにも教えて差し上げなくては。こんなことってまだまだやれます。次こそは早く意識を取り戻さない。厳しい局面をよく切り抜けられました。各社様がいてすぐ行くから、そこでじっとしていて。とにかく探ってみましょう。考えるのはそれからです。さあ何が起こるのか楽しみですね。リザードマンがいます。偵察艇の攻撃には入っていない。誰かに助けを。
きな岩がありますよ。皆で押せば動かせそうです。動きますかね。誰か押しますか。さあ、属性効果を与える魔法です。鶏がいるみたいですね。そっとしておきましょう。泣いたら面倒です。襲撃者のようだ。警戒を。私の出番です。
状況でお役に立てます。協力いたしましょうか。圧倒と呼んで差し控えない勝利でした。戦術にはまだ改良の余地がありますね。おや、獣と力比べ。役立つ素材を得られる場所ですね。得て損にはならないでしょう。食べるものを食べて、あとは寝るだけです。私は採取行動が得意なので。あんたならやめた方がいい。この洞窟は人が通れる場所じゃないぜ。迷路みたいな構造の上、魔物も出やがる。残念だよ。あの橋を渡れる商人も少ないから、ここを通り。そこ、何か気になるものでもありますか？初めて入る場所は緊張しますね。こいつはどっか。注意を。この時には通り通りと効果的です。
この障害物を壊せればいいです。攻撃したのは私が責任です。手助けいたしましょうか。そこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。今助けに行きます。その岩、動かせそうですね。何人かで押してみます。背が転がりそうに見えます。拾っておきましょう。よく物音を聞いて気配を察するのです。この調子にこの油まみれの体が放っておくのは危険です。いいものが出てきそうです。